校です。絵描きです。自己紹介。大阪総合デザイン卒業後10年ぐらい絵を描いています。はい。今回ですね。91名の、参加表明をいただいて、はい、その中からその12名の中に選ばれたわけですけれども、はい、実際こう展示が始まってみて、どうですか？緊張します。なんで緊張するんですか？今回展示は伊藤編さんでもさせてもらってたこともありますし、去年もさせてもらったんですけど、パッケージに選ばれた時点でもうすごく初めての展示ぐらいの気持ちで挑もうというか、っていう気持ちでいようと思っていて、で作品も割と自分の中では今まで描いたことのない感じのものをどうしても出したかったのと、なんかそういうのもすごく緊張しているのと、あとやっぱりその12名の作家さんもすごい思いがなんかすごい強く感じて、なんか新鮮な気持ちで、ここ数年のタコさんは、いろんな、ユニットみたいな活動をしたりとか、個展も随分お呼びがかかったりとか、自分の中でも何かこう開いた感じっていうか、モチーフが明快になってきたと思うんですけど、今回特にその今さっきご自分で言われたように、この目の前にある新作っていうのは随分なんていうのかな、受けようと思っていないっていうのかな、なんかそんな感じをしたんだけども、今の時点ではこれが自分の中で正解というのか思っているところ。はい、そうですね。なんか展示に向けて絵を描いていくっていうのが正しいのか、なんか自分の中では分からないんですけども、自分の心境とともに、自分の気持ちとともに、自分の成長とともに絵が常にあると私は思っていて、自然と絵がいつも変わっていく。自分が静かな強いものを描きたいと思ったら絵もそうなるし、パワフルな、もっと元気がある絵を描きたいと思ったら絵も同じようにそうなっていくっていう自然な流れが自分の中にあって、で今回のこの絵は本当に自然に自分の中で今描きたいものとして出てきて、なのでそれを自然に描いたっていう感じですね。なるほど。はい。これは何かこう描いていて、タコさんの場合は、何かこうテーマが見つかるんですか、それとも、終わった後に見つかる感じ、最初にある感じ。描きたいものっていうのは最初にイメージとして漠然と大きくあって、それを本当に素直に絵に写していくっていう作業で、そこにはもしかしたらメッセージもないかもしれないし、こういうふうに見てもらいたいっていうものもなくて、今の自分の素直な自分を絵に落としていくっていう感じが多くて、で描き終わった後に客観的にその自分が見て、自分は今こういう気持ちだったり、こういうものを作りたかったり、こういうものを見てほしいんだっていうのが後で分かる感じですね。なるほど、はい、今回のこの作品というのは、ここ最近なんか気に入っているのか、その、タコさんにフィットしてるのか分かんないですけれども、削っていくっていう描き方ですよね。最初に色を塗り込んで、でその上から、白い絵の具を塗り込めて、で一気に絵の具が乾く前に、削っていったりなんだりすると思うんですけど、制作時間はどれくらいなんですか？実はこれは、下にずっと描いてる作品があって、もう4日ぐらい
本当にこう細かく描いたりとか重ねて描いてる作品がもともとあって、でそれをもうパッケージには持っていこうと思ったんですけど、なんとなく自分の気持ちに正直に描けてないというか、なんか自分の中に納得できない部分があって、結局その搬入の2日前に消しちゃったんですね。ああ、なるほど、なるほど。で消した時にそのペンキが乾くまでの10分間でバッと自分が思うものを変えた、それを持っていきたいなっていう思いがあったので、っていう感じです。なるほど、なるほど。今後の展望を聞かせてください。はい。今後は自分の中でこうなっていきたい、こうなっていきたいっていう具体的なものはないんですけども、絵で自分ができることっていうのはあまりこだわらずにやっていきたい。絵で何か幸せになれることとか、何か力になれることとか、もちろん自分にとってもプラスになることとか、何でもできると思うので、それは絵っていうか、わかんない、絵っていうものにこだわらないかもしれないし、もっと広く大きくものかもしれないんですけど、自分が描けることから始まることでできることは何でもやっていきたいと思います。わかりました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。